アンティグア・グアテマラは、グアテマラ・サカテペケス県にある都市。市名は単にアンティグア、またはラ・アンティグアとも呼ばれることが多い。同盟の基礎自治体の中心地であるとともに、サカテペケス県の県都になっている。グアテマラ高地に位置し、スペインのムデハル様式の影響を受けた、バロック建築と植民地時代に建てられた多数の教会の意向で知られている。 ユネスコの世界遺産に登録されている。ランティングア・グアテマラとは、古いグアテマラを意味し、グアテマラで3番目の首都であった。最初の首都は、1524年7月25日に、カクチケルノとの跡地に建設された。7月25日が、聖イヤコブの記念日であったことから、この都市は、シウダで、サンティアーゴデロス・カバジェーロスでグアテマラと名付けられ、聖ヤコブは、 都市の守護聖人となった。カクチケルの反乱が数回起きた後、1527年11月22日により、敵したアロテナンゴダニニ首都が移された。現在のサンミゲルエスコバルの場所にあった、この町は、1541年9月11日に、アグア火山から噴出した火山泥流により破壊され、植民地政府はパンチョイダニニ首都を移した。 1543年3月10日、スペイン人コンキスタドールは、現在のアンティグアを建設し、再び、サンティアーゴデロス・カバジェーロスと名付けた。200年以上の間、スペイン植民地グアテマラ総督府がアンティグアに置かれていた。1717 17年9月29日、推定マグニチュード7.4の地震がアンティグアを襲い、3000以上の建物が崩壊し、 町のほとんどの建造物は廃墟となった。この地震被害により政府は首都の移転を考慮するようになった。さらに1773年のサンタマルタ地震によって町の大部分が破壊されたことで3度目の戦闘へと至る。1776年スペイン王は首都を安全な場所に移す命令を下し、現在のシウナでグアテマラのある場所に首都が移された。 新しい首都には、故障は用いられず、ヌエバグアテマラデラ・アスンションと名付けられ、守護聖人は、聖母マリア飛翔店とされた。壊滅的な被害を受けた、旧首都、サンティアゴデ・ロス・カバジェーロスは放棄されたが、すべての市民が転居したわけではなかったので、それ以後町は、アンティングア・グアテマラと呼ばれるようになった。1979年、ユネスコは、アンティングア・グアテマラを世界遺産に登録した。 現在、アンティグア・グアテマラには、以下のような物件が、文化遺産として残る。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。セマナサンタは、復活祭の一週間前に行われる。その中でも、とりわけ、アンティグアのセマナサンタは、キリストが通った絨毯を街中でありふれた材料で、再現して飾り付けることから、 多くの観光客を集め、世界一美しい祭りとも呼ばれている。世界遺産オンラインガイドをアンティグアングアテマラ。世界遺産オンラインガイド。2021年1月30日閲覧。世界一美しい祭りグアテマラのセマナサンタ。ゲッティナービ。2019年11月19日閲覧。リストオブシスターシティーズイン。グアテマラフロムシスターシティーズインターナショナル。 ありがとうございます。